今夜は暮らしの意外なニーズに応える驚き家電の大特集。こちらは山梨に暮らす佐藤さんご一家。下は3歳から上は10歳まで、子供は4人。だから母親の香里さんは大忙し。洗濯物を畳むのもままならない。息つく間もなくお風呂掃除。今これからお湯入れてる間に夕飯の下ごしらえをしたりとか、まあ子供の宿題を見直したりとか、連絡帳確認したりとか、細かくちょこちょことずっと何かしらこうやることがあるんですよね。じゃあお風呂入るよ。そんな香里さんを助けてくれる強い味方があるという。じゃあね。それがこのドライヤー。もう8年も使っているんだとか。一見ごく普通の感じだが、香里さんどこがいいんですか？やっぱ風量がすごいので、もうどん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 乾いていく。この後の晩ご飯の用意があって、子供たちお腹空かせているので、もう少しでも早く乾かしたい。大風量が売りのこのドライヤー、その名もモンスター。これを作っているのが今夜の主役、小泉精機だ。風量の強さはご覧の通り。当然髪が早く乾かせる。こんな感じ。まあ音はうるさいし、はい、結構大きくて重いんですけど、はい、とにかく早く乾かしたかったので、ナノイーとかいろいろなね、まあ、それ結構どうでもよくて、私にとっては大風量でって調べたら、もうこれが一番トップに出てきて、まあ、これ一択で。小泉精機の商品はニッチなニーズに絞った、いわば一芸家電が多い。こちらが今人気の小泉精機の商品です。この小型ミキサー、どんなニーズに対応したかというと、キッチンが狭くてこれ以上置くスペースはないけどミキサーが欲しいというニーズ。これは直径わずか 8.5 センチだから、ちょっとした隙間に置ける。さらにボトルをひっくり返して専用の蓋をつければ持ち運びが可能。どこでもマイスムージーが飲める。大きいと結局設置するのがめんどくさいし、片付けるのもめんどくさいし、で使わなくなって早2年とか、なんかすぐ使えて簡単に洗えて、そういう点では使いやすいかなとは思いますけど。こちらは充電式のヘアアイロン。長さはわずか18センチ。普通のものと比べると随分コンパクト。外出先でも手軽に髪を整えたいという声に応えたもの。ちっちゃいからカバンの中に入るし、コンパクトでなんか持ち運びとかできそうですね。いつもこう外出前にアイロンして出かけても、やっぱり時間が経つと蓋がうねってきちゃうんで、そういう時とかやっぱりこうやってコードレスだとどこでもできるんで、すごいいいと思います。こちらの店で人気なのがこれ。何だと思います？商品に水を注いで生卵を置く。そしてメモリをセット。そう、これはゆで卵が手軽に作れる家電。一度に6個も作れるのだが、こんなニッチ商品どんな人が欲しがるのか。はい、こんにちは。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうぞ。あの家電を愛用している大地さん。
大地さんの趣味は筋トレ。10年前に始めてからすっかりハマって、今では日課に。去年東京の大会で優勝したほどの実力者だ。トレーニングを終えた大地さんが手にしたのは、小泉のあのゆで卵機。そう、体作りに欠かせないタンパク質を手軽に摂るために使っているという。しかもいい感じです。美味しいです。程よい半熟に。実はこの商品、目盛りを合わせるだけで固ゆでや半熟、さらに温泉卵までできちゃう。普段はこういったプロテインでもタンパク質を摂るんですけど、こう大会とか近づくと固形物でタンパク質を摂る方がお腹にたまるので、あとゆで卵はもう殻付きでそのまま極端な話持っていけるんで、持ち運びが便利っていう。小泉流の一芸家電は他にも。こちらの電子レンジは専用の土鍋がセットになっていて、ほったらかしでご飯が炊けるというもの。炊飯器を持っていない一人暮らしや土鍋炊きのご飯を手軽に食べたい人に向けて開発した。こちらは目玉焼きとトーストが一度にできちゃうオーブントースター。慌ただしい朝でも朝食はちゃんと取りたいという人がターゲット。こうした小泉世紀の一芸家電は250点も。美容、キッチン、季節物の3種類に分類されていて、常にお客のニーズを掘り起こし、ちょっと便利な生活スタイルを提案しているのだ。小泉様の、商品に関しては、お客様のあったらいいなっていうニッチな部分っていうのに、すごくこうマッチをして、お客様からご好評いただいている部分。そんな小泉世紀の本社は大阪にある。売上は719億円、従業員330人の中堅家電メーカーだ。この夏大ヒットしているのがこちら。はい、これうちの新製品です。あえて昭和レトロっぽく作った扇風機。これが若者に受けているという。まあちょっとわざとこういうガチャスイッチっていうんですかね、はい、そういうような形にしてやっておりますので、まあまあ私の方から見れば懐かしい感じですけども、今の若い人から見るとまあ新鮮に見えるという。自慢げに説明してくれたこの男こそ小泉世紀会長田中裕二、70歳。常に新しいもの、何かユーザーに役立つもの、今まで隠れとったものを見つけるというか、まあ、それが掘り起こすことになるとは思いますけども。こうした商品、さぞかし綿密なリサーチを経て開発されているかと思いきや、そうではないらしい。